メイソンの石像ジョージデウィット・メイソンはアメリカ合衆国の建築家。19世紀末から20世紀初頭にかけてミシガン州でドロイトで活動した。メイソンはニューヨーク州シラキュースにおいてジェームズ・ H ・メイソンとゼルダ・ E ・メイソンの間に生まれた。一家は1870年にミシガン州でドロイトに移住し、メイソンはそこで初期の教育を受けた。 1873年、メイソンはデトロイトの建築家ヘンリー・ t ブラッシュの下で働き、建築の世界へ入った。1878年、メイソンはザカライア・ライスと共に、メイソンライス社を立ち上げた。共同経営は1898年に終了し、その後メイソンは単独で事業を続けた。建築家、アルバート・カーンは、 1884年から1896年まで、メイソンライス社で働いていた。カーンは20世紀初頭の数年間、再び、メイソンと提携した。1898年以前は、メイソンライスとしての業績である。場所の記述が省略されているものは、すべてミシガン州デトロイトに建築された。ヒル、エリック・ジェイ、&、ジョン・ギャラガー。 アイアデトロイトザアメリカンインスティチュート・オブ・アーキテクツ・ガイドー、アーキテクチャー・イン・デトロイトウェーン・ステート・ユニバーシティ・プレスデトロイトミ二千三ピップイージメンフー・ハブ・メイド・ミシガン1927エディションピップエス・マガジンデトロイト・ミシガンありがとうございます